クリスチャン・クローグが描いたイエールハルド・ムンテ、ヘームスクリングラ、オーラブ・セオーの佐賀の差し絵。イエールハルド・ムンテは、ノルウェーの画家である、デュッセルドルフ・トミウヘンで学ぶ。風景画を得意とし、レアリスムの風景画を制作。1886年からは、ロマン主義の傾向が現れてきた。オセル郊外のリッサーケルは、ノルウェーにおける芸術村として知られているが、 ムン手は1980年代にリッサー・ケルに家を建て、彼の妻は織物を製作して室内を飾った。彼の家の実用的かつ簡素さは近代化の行き着いた姿だと研究者に指摘されている。エルベルムに医師の息子に生まれた。1863年に医学を学ぶためにクリスチャニア・に出るが父親の勧めで絵画を学んだ。1870年にクリスチャニアで 美術学校を開いていたエッカースベルグに学んだ後、モートンミューラーやクヌド・バーズリアンに学んだ。1874年から2年間、デュッセルドルフに移り、アンドレアス・アヒエンバッハや、神類の画家ルズビムンテに学んだ。1877年から1882年の間はミュンヘンで修行したが、画題はノルウェーに関するものが多かった。挿絵画家としては、 1890年代にアイスランドの詩人、歴史家のスノンディストルルソンの著書の挿絵をエイディ・クバーレンショルドと共に描いた。ありがとうございます。